カニメシカニメシとは、ボイルしたカニ肉を炊いた酢飯、白飯、炊き込みご飯などの米の上に散らすか混ぜ込む日本の料理である。おしゃまんべ駅で駅弁の販売を行っていた、おしゃまんべ駅構内立ち売り紹介が、昭和25年に考案したのが始まり。もともと旬の時期に人気を博していた駅売りのゆでカニを、通年販売できる商品にするのが目的で作られ、50種類。 以上の試作の末に商品化された。後に森のイカ飯と並んで北海道を代表する駅弁となった。カニ飯本舗金谷はカニ飯を商標登録していたが地元の商業発展のために商標を開放したため後発のカニ飯がいくつも登場するようになった。カニ飯の放送誌にもかつては商標登録があることが記載されていたが近年は 商標登録表示が消えている。厳密には定義することはできないが、カニ肉と飯を使った料理をカニ飯と称する。一般的には、カニ肉はほぐしたものが使われるが、稀にほぐさずむき身の状態で、飯の上に乗せるものもある。酢飯にカニ肉を散らす場合、ちらし寿司との境界は、不明瞭であり、カニ肉に特化したものをちらし寿司と呼ばずに、カニ飯と特に称したものである。 一部のカニ飯では、飯を炊く際には、カニの内子や外子、いわゆるカニ味噌といった部位を含む、甲羅全体を入れ、カニの風味や旨味を飯に染み込ませる。これはカニを捕獲する漁師の過程でしばしば用いられていた料理法で、日本海側の漁師町の郷土料理にもなっている。これらのカニを名産とする地方では、地元の名産品として、駅弁となっていることが多い。 アバシリ駅のカニ飯ここでは、カニ飯と名乗らないまでも、実質、カニ飯状態となっているものも含めて取り上げる。ありがとうございます。